アゴミサ・ナゴンの誰でもラジオの加藤アゴミサイルです誰でもラジオは SBS ラジオで放送中ですそれでは今回の配信スタートですおきを確かにラジオきの皆さんこんばんはドラグクイーンのアゴミサこと加藤アゴミサイルです 同じく、ドラッグクイーンのナゴンこと、ナゴンアパッショナータでございます。チーズチーズ。1ヶ月連続チャレンジです。え本当年内はこれで貫き通そうと思ってますね。まあちょっと気を取り直して。気を取り直して。最近もね、そう、いっぱいメッセージもらってるんですよそうなのよ。初心者みたいな話の振り方になっちゃった。そう、ご紹介したいと思います。はい。ラジオネームミサルさんからいただきました。いつもありがとうございます。 こんんばは今回みたいに2人でメッセージを読む時間もいいですね静岡は住みやすいって話私も同意見よくわかります私若気の至りで家出した時磐田市から静岡市に家出して県外に出なかったんですよね今日の格言もはやちょっと苦情できてますあんたちょっとこれもはや言葉じゃなくて笑いました「ポッポッポポポッポポ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 ポ」 ってのかなこれちょっと違うけどちょっと違う疲れてたのに疲れが吹き飛びました次回も楽しみにしてますこれこれ苦情じゃなくてあんたん俺なんかいやすごいよかったってことだって私のこの「ポの一文字だけで人一人の疲れを飛ばしてるんですよそう考えるとこの「魔法」の一文字「ポそうやっぱすごいですねあんたあれじゃない今日の格言さ一文字で「ポとか言うんじゃないの

本当に、うん、じゃあ楽しみにしてますじゃあもう一つ X からですねモッチーさんからいただきました、うん、お二人で話すのを聞いているのも楽しいです、うん、あらナゴンさんがお魚食べるの見てみたいこれはナゴンさんがお魚の食べ方がうまいという話からですね、うん、じゃあ今度一緒に行きましょう、うん、どこ行くんですかうーん大村場、うん <laughs> <laughs> ですいっぱいもらっちゃいましたありがとうございます皆さんマイノリティメッセージいっぱいくださいはいまあ、感想でもいいですけどね今日これ感想でしたね今日感想でしたね、うん、ありがとうございます、うんうん、さてこの番組ですが私たちドラッグクイーンの世界も発信していきますが世の中のマイノリティである私たちが LGBTQ はもちろん皆さんの中にもあるマイノリティの部分を共感していく今どきエンターテインメントですそれではアゴミさんナゴンの誰でもラジオ今日もスタートです改めましてドラッグクイーンの肩トアゴミサイルです同じくナゴンアパッショナッタでございますさて静岡市葵区にあるベトナム喫茶、はい、雑貨のお店ソッソではベトナム雑貨や喫茶や 軽食など扱っております。私たちもベトナムをもっと知りたいということでベトナムの話題を取り上げていきます。今月のゲストはですね、二度目の登場となります。ベトナム出身で静岡で I.T 関係の仕事をされているジエムさんです。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんはジエムです。今日もよろしくお願いします。お願いいたします。そう久しぶりでございます。お <laughs> <laughs> うん、ではですねその GM さんにですね一問一答形式でいろいろお聞きしていきたいと思いますので、はい、パ,ッパッパッパッといきますよ、はい、パッパッパッとですねはい、はい、ベトナムの好きなところは5年前の夏に行ったハロン・ゴワンが好きですハローン・ゴ、は、ン、い、ベトナムの家庭に必ずある調味料は何でしょう例えばヌック・マンムベトナム業の砂糖塩味の素などです、うん 今一番食べたいベトナム料理はあフォーですフォー、うん、<laughs> ベトナムで一番盛り上がっているスポットはどこですかハノイシーだと思いますハノイベトナムで一番人気があるタレントさんは誰ですかソントゥン MTP さんだと思います初めてですソントゥン <laughs> MTP さん、うん、ベトナムから日本にお土産を買ってくるとしたら何ですかベトナムのドライフルーツを買います はいいありがとうございます、うん、はいではですねここからはですね、うん、先ほどお答えいただいたことについてさらに深掘りしていきたいと思います。<ー> <laughs> まずはですねベトナムの好きなところからハローワンが好きとのことですがどんな場所ですかハロンはととても美しい景色と、うん 新鮮なシフトから作られた美味しい料理がたくさんある場所です。うんはい、いや今たくさんだって。いいね、シフトが大好きです。<laughs> 大好き大好ヘルシーだしいいですね。私も大好き。ヘルシーなのかしらね。あそれちょっと気になったんですけどベトナムの家庭に必ずある調味料がかヌクマムでしたよね。うんうん、初めて聞た、うん。これあの魚醤って言いましたけどあのベトナム魚醤っていうぐらいだからなんか他の国とは何か違ったりするんですか。 大体日本の醤油みたいな感じです。うん、つけだれに使うことができます。なんかタイとかにあるナンプラーと一緒なのかしらね。そう、そうです。私も大好きなのあのナンプラーね。だからこれすごい気になってて。すごい、すごいでたますもんね、いつも。そう、そう、そう。食べ物となるとね、すごい気になっちゃう。じゃ、食べ物続きで、今一番食べたいベトナム料理がフォーでしたよね。はい。 海外に住んでいるベトナム人の多数にとって一番食べたい料理はフォーだと思います米で作ったイラたい麺のフォーはベトナムのソウルフードですそうですねなんかイメージがそうフォーって感じですねフォ, <laughs> フォーって感じ <laughs>、うん。まあでも私大体週に1回は食べてるフォー、うん うん。ベトナムのフォーかタイの戦略か豪華ですねベトナムで一番盛り上がってるスポットはハノイでしたけれどもハノイはベトナムの首都ですベトナムをうん、象徴する名所がたくさんあります象徴する名所どんなとこがありますか例えばファンキンコーファンキンコ湖ですあ、湖ねあ

ベトナムの若手男性歌手です。若手男性歌手。歌がゾウズで、うん、とてもハンサムなので人気があります。とてもハンサムね。初めて聞いた。うんね、今度ちょっともうちょっとねイケメンらしいからちょっとそ、うん、チェックしてみましょう。<laughs> ベトナムから日本にお土産を買ってくるとしたら何という問いに対しては。 ドライフルーツでしたけれども何が好きですかドライジャックフルーツですジャックフルーツジャックフルーツあ、の自分が大好きなので日本人の同僚にも試してもらいたいと思いますなんじゃそりゃじゃ今度ぜひ私たちにも電気があればお願いしますありがとうございますやっぱりお話聞いたと行きたくなりますねベトナム なんかこれ生殺しみたいじゃない最近ベトナムの話とあそこが綺麗とかさあれが美味しいとかさあれがイケメンとかね気になって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 もいずれやっぱちょっとこの番組が人気出た番組でねそう番組のその公開録音で公開録音でベトナムあいいなすごいありがとうございますベトナム出身で静岡で IT 関係のお仕事をされている GM さんには

あの倫儀とかあげる紙に、うん、あのなにベトナムって書いて、うん、そ,うそうそうそうでなんか勝手に乗ってくっていう感じいや行きたいこの番組ではですね皆さんからのマイノリティメッセージを募集しています私たちの LGBTQ のことでの悩みでもいいですし日常で感じるいろんなマイノリティについてのエピソードでも私たちに気軽に教えてください 宛先は X はハッシュタグ誰でもラジオ誰でもはひらがなラジオはカタカナでつぶやいていただくかメールは誰でもアットマーク digsbs ドットコムですそろそろお別れの時間ですががっが最後にこのコーナーをお届けします、うん、あらまあごみさの今日の格言 私あごみさがですね日々大切だと思う言葉を思うがままにお伝えしますはいいいですかスーパースーパー人気コーナー、うん、そうじゃあもう大丈夫ですか、うん、余裕ですはい、はい、それではあごみさの今日の格言お願いします昼間眠くなった時の対処法を教えてあげるその対処法は「寝る」 <ポ> <laughs> 寝れないときどうすんのよ。それでは。ままあれすごい聞きたかったのに。私、ね、にすごい役立つやつとは,は。アゴミ <laughs> あ、久美さんとカタオル。最後の本当に名古 <laughs> こと名古屋パッシュのあたでした。それでは来週火曜日に同じ時間にまた聞いてくださいね。ありがとうございます。それでは皆様。はい。おきは確かに。やー。 アゴミサナゴンの誰でもラジオのナゴンアパシャナタでございます今回の配信はいかがでしたかそれでは次回もお楽しみにありがとうございました